ドサンコ献血応援隊。札幌、旭川、帯広、道内6カ所の献血ルームと献血バスが街を巡っています。献血の協力者が少ない日でも患者さんの数は減りません。北海道では1日におよそ700人の献血協力が必要です。だからラブラッドで献血予約、当日の受付もスムーズ、隙間時間にボランティア。献血には命を救う力がある。献血は事前予約で。